竹さん2匹ゲット。まあ、よく取れたし。うん、結構取ってますよ。僕も小ぶりやな。これは今日ノルマ達成早いですよ。あ、ほんまですね。うん。いいな。竹さん、すっぽん。すっぽんゲットしました。こんな感じですか。かわいい、かわいい。あー、すげーちっちゃい。めっちゃいいわ、これ。このくらいやったら慣れるよ。めっけ慣れると思う。やりましたね、竹さん。かわいい、かわいい。やりましたね。やったね。すっぽん欲しかった。これは今日はちょっと幸先良すぎるな。おるんだね。こう入れてもいいよね。いい、全然いいです、いいです。ただ、水からもあげ、まあ、あげてもいいですけど。あ。これは、身だけでもいけるかもしれない。まあ、ちょっといろいろ考えましょう、調理法。いや、ここはちょっとね、すげえなこれ。今日はすごいですよ。これすごいね。いいっすね。いいっすね。うん。わあ、いや、みんなゲット取れたな。ものすごいおる。ね。長官取ってもいいですよ。お、今いい。ええ仕事してくれました。今ええ仕事やったな。落ちるねお前。お前落ちるなって。やばい。おいいね。と触ったらちょっと。おええ仕事しとる。ええ仕事しとる。よし。上から重りで切るから、力入れないんですよ。これが、うん、よ、言うの？そうですね。これで見るか。お玉で測る。ガサッといきますか。いろいろ使えるから。お、ええ匂いじゃな。そろそろオイルが油で炒めてるな。本当はあの炒める場合が油で炒めるだけにするとする人もおるけどね。まあ、2段階としてお湯でボイルした方がいいやろと僕は考えた。汚いよね、見てね、汚いピンク色のやつとかオレンジ色のやつは。じゃあもう揚げますよ。はい、もういい。こうやって持つんですよ。ここで持つ場合もあるんですよ、コツ。ほら、持っていける。うまいことやらんとね、もうできんけどね。
これがエビのね、糸なんですよ。で、豆板醤入れるかな。こっちもね、豆板醤ではしょうがないですよ。弟がね、送ってくれた。これぐらいね、香りが出てくる。豆板醤とか、豆板醤もね、こういう。もうここで一気に入れてしまうんですか。うん、入れたらいい。ここで入れて、うん、ちょっと辛いよ。大丈夫です。全然大丈夫。これで入れて、よく香りを出して、うんこれね、これですね。これに、もう玉ねぎ入れちゃう。ね、こうして、で、から、油からんぐらいか、やっぱり。うん、そうですか。うん、僕は全然そういうのがわからんので。うん、ザリガニ入れるのを考えたらちょっと取ったら、うん、もうちょっと足そうかなとかね、うん、もうそういう時足せばいいし、やっぱ油かな、うまいでこれ多分。でこれにオイスターとニンニクね、うん、いいかな。おお、無限とかな、もうその時点でもうおいしそうだよね。そうそうそう、無限に落とすほぼこれでも味つくんですよ。うん、そうそう、冬から醤油ちょっと、塩ちょっと入れようか、ね、塩ちょっと入れますわ。ちょっとね、あんまりね、濃い味つけるんですね。ザリガニ濃いから。入れていいですか。あ、家ですよ、入れてください。行きましょう、これで。もうね。うん、あんまりね、あの、膨らんでいいですよ。今ね、火が、うん。まあ、ちょっとね、こうやってね、簡単に変えます。みんなこれ振りすぎない。鍋ね。鍋というのは、火が、あの、強い時に振ってね、よく炒めて、もっと火が強い方がいいんですね。右と左にこう返す、ね、反対に返す人もここから逆にこうです。そんなに僕はあの北京鍋はできるけど、この鍋はちょっとできんかな。あ、なるほど、こういう技。確かになかったもんね。いや、塩に調整します。塩と大丈夫ですか。フライパンのね、うん、穴も開いてほしいじゃん。これちょっとね、こうやってあの水分がなくなるのに炊きますわ。そしたら味が染みるでしょ。爪かな。これを、ね、味がね、まあ、醤油とかがあればよかったけど、俺が気づかなかったっけ。醤油があればね、もっと醤油が出てくる。本当はいいですね。あ、もうだいだい、こう来よるでしょ、ほら。だんだん、ほら、なくなっきよるでしょ。もう味がしんない。鍋振りますわ、2回。ね。こう持って、こう持って、こういうふうに使うんですね。使うんですね。使い慣れてたら、手つきでわかるから。ね。もう一回返しましょうか。やっぱりね、中華料理ですわ。
ザリガニは中華料理だったなと思ってからね。それでやってね、もうアメージング受けてね。うまかぜ。爪は爪大丈夫ですか。うん、大丈夫。うん、こんくらいで大丈夫。バイバイじゃ。皆様。ザリガニですよ、うん、美味しいですよ、マジで美味しい、うん、ガサガサ行って行ってけ、うんうん、もう高級料ですよ、うん、皆さんガサガサ行きましょう。これはタケナ、これ何っていう料理ですか。これはね、なんだろうね。ね、ユイシャンにならんな。ね、うん、あれを使うとるっけ。どう言うたらいいかな、うんうん、ちょっと難しいな。ね、サージャンチョウ、ツォ、サージャンツォ、それから小論茶、うん、と言いましょう。うん、勝手に名前をつけて。うん、うん、マジで美味しい。最高うまい。うん、うん、やってよみんな。このぐらいだったらもう爪だけ。うん、僕はもうバリバリ爪もいきます。僕は頭からバリバリいく。どうですか。うまい、最高、おいしい、おいしい、うん。